アワーレディ・オブ・グアダルーペ・グアダルーペの聖母は、スペインに存在する聖母、マリアの彫像。また、彫像が発見された、際の聖母、マリアの出現伝説である。グアダルーペの聖母の聖堂は、中世のカスティーリア王国において、最も重要な聖マリア聖堂であった。現在でも、スペインのエストレマドゥーラ州、カセレス県に位置するサンタマリアでグアダルーペ。 王立修道院において推計され続けている。グアダルーペの聖母はスペインに三つある黒い聖母像のうちの一つとされる。1928年10月12日、聖マリア像は教会法に基づき体感された。グレゴリウス一世により、聖母マリア像は、聖ルカが彫刻したものであり、セビリアの大司教、聖レアンデルに与えられたとされた。地元の伝説では、 712年にセルビアがムーア人に侵略されたため司祭たちが北方に逃れる際、彼らの手によってエストレマドゥーラにあるグアダルーペ川近くの丘に聖母マリア像が埋められたとされる。14世紀の初頭、牛飼いのヒルコルデロが山で逃げ出した家畜を探している際に聖母マリアが出現した。彼は司祭に聖母マリアが目の前に現れた。また、 その周辺を掘るよう司祭に願い出よと命じられたと訴え出た。発掘した司祭は隠された彫像を発見し、その場所に小さな聖堂を建てた。その聖堂は大きく発展し、後にサンタマリア・デグアダルーペ王立修道院となった。高さ60センチメートルほどの彩色された木製の彫像であり、黒い聖母像である。イエスが聖母、マリアの膝の上に座っている。 聖母子像で知恵の座や城地の座として知られる形式となっている。また、この形式は11世紀から13世紀の間に北ヨーロッパから広まっている。少なくとも14世紀後半においては、彫像は刺繍された服で飾られていた。そのため、彫像の手と顔だけが見られる状態であった。豪華なローブは提供した者の,の富と名誉の証明とされており、 天の女王にふさわしく禁止で刺繍され宝石で飾られていた。彫刻そのものはほぼ見られなかったとされる。巡礼は1326年及び1340年に始まった。アルフォンソ11世がサラードの戦いにおいてムーア人に勝利したのは聖母マリアの鳥なしであったとしてこの場所に修道院を建てたとされる。1386年には 周辺の礼拝堂に、彫像の複製が置かれた。イベリア半島のレコンキスタにおいては、聖イやコブやピラールの聖母と同じく、グアダルーペの聖母は、スペインのキリスト教徒たちの巡礼地となった。1492年に、クリストファー・コロンブスは、スペインのイサベル1世とフェルナンド2世から、サンタフェ契約を取り付け、アメリカへ、初めての航海に向かった。 アメリカから戻ったコロンブスは、安全な航海と神の加護の感謝をするため、グアダルペの聖母の修道院へ巡礼を行った。その頃の修道院は、王室の保護により、最も裕福な教会の一つであった。ありがとうございます。